皆さんこんばんは。本日の閉店チャンスガールズ実践担当の鳥の花です。本日10月30日土曜日はプレイランドキャッスルオーブン店さんに遊びに来てます。前回ポポがですねお邪魔させてもらった時に結構並びで状況がいいものは見受けられましたので、今回もその辺を意識しながら店内状況を見ていきたいなと思います。それでは早速店内の方に入っていきたいと思います。閉店チャンスガールズ。店内の方に入りましたので早速ダグラコーナーの方を見てまいりたいと思います。まずはじめにマイダグラ4から見ていきたいと思います。こちらピークが36のレギュラーが25、合算が124で、合算だけ見ると6に近いですね。そのお隣もめちゃくちゃ良さそうです。こちらミックが28回のレギュラーが23回、合算がすごいですね、108分の1です。こちらももう6の数値超えてますね。ちょっとありそうな感じがします。ハキジャグラーも見ていきたいと思います。あ、これとかでも良さそうな気がします。うちのミクが18回のレギュラーも18回で、合算が141分の1ですね。ちょっと合算が今あまり良くないんですけど、先ほど確認した時はレギュラーの確率が290分の1とかで、まあ、5と6の間あるので全然上ありそうな感じがします。あ、ここもいいですね。こちらミクが31のレギュラーが25、合算が驚きの129ですね。でこちらも先ほど確認したときはレギュラーの確率が280分の1とかだったので、こちらもほぼほぼレギュラーの確率も6の近いかなと思います。続いてゴーゴージャグラーを見ていきたいと思います。あ、これちょっと良さそうですね。これも合算いいですね。ミクが16回のレギュラーが12回、合算が122分の1で6に近いのかなと思います。セパミヤクルジャグラーを見ていきたいと思います。ちなみに今お隣にあるからちょっと見てください。こちらリックが16回のレギュラーが15回ですね。で、合算が今ちょっとハマっちゃってるのもあるんですけど155分の1。こちら私が最初確認した時はあのレギュラーの確率が304分の1で5の数値に近いのかなっていう感じがしました。でも今は322分の1ぐらいだったので、まあ6の数値に近いかなと思う。まあ5、6はただありそうな感じはするんですけどね。こちらご覧ください。ミックが14のレギュラーが14で、今合算はそんなに良くないんですけれど、レギュラーの確率が今298分の1 でスーパーミラクルジャグラー自体が5と6比べるとその方がレギュラーの確率が軽いので、これもちょっと5、6はありそうですね。では続いて SM ジャグラー見ていきたいと思います。こちらミックが32回のレギュラーが28回で、合算が114分の1で、もう合算だけ見たら6の数値ぶっちぎってます。先ほどレギュラーの確率確認した時は267分の1で、また重めなんですけど56ありそうな感じがします。あ、ここもいいですね。ミックが21回のレギュラーが18回、合算が117分の1で、こちらも6の数値ぶっちぎってます。すごいです。でこちらの場合は先ほど、確認した時レギュラーの確率が259分の1で、もう56こちらもありそうだと思います。あ、でもここも良さそうですね。ちょっとまだ全然回ってないんですけど、ミックが6回のレギュラーが7回、打算が129分の1ですね。打算だけ見たら56ありそうな感じがしますね。こちらミックが24回のレギュラーが17回で、驚きの合算が119分の1ですね。こちらも、まあ、6ありそうな感じがします。ちょっと、まあ、レギュラーがたった少ないので何とも言えないですけど良さそうです。2台並びとか多いんですかね。あ、こちらすごいですね。ピック12回のなんとレギュラーが22回で、合算が144分の1ですね。レギュラーが先行してるだけあって、レギュラーの確率がなんと223分の1。レギュラーの数値ですから音を56ぶっちぎってるので、この後ビッグが出てくれば出玉も出るのかなと思うので楽しみにしたいですね。
ご覧ください。リトが22回のレギュラーが20回リトの予選は137分の1ですね。次はレギュラーの確率が289分の1。続いて実践台を探してみたいと思います。で今回はこちらの台を実践していきたいと思います。先ほどご紹介したんですけど、合算はまあそんなに良くはないんですけど、レギュラーの確率がもうぶっちぎりで良かったので、その後ビッグをちょっと伸ばして出したいと思います。頑張ります。それでは平年55分前になりますので、実践の方を開始したいと思います。頑張るぞ。平成チャンスガールズ天満宮中の方なんですけれど、私が見た感じ、またあのソファーした時の同様、なんか並び2台並びとかで結構そのぐらいさせたのがあるのかなっていう感じに思いました。来ました。見ました？今めちゃくちゃ綺麗ですよね。すごい嬉しい。しかもあのガコっていった投資が1000円ですね、1本で、回転数が166回です。いきます。ビック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 、あやばいな、このレギュラーでした。すごいな、この前あのレギュラーがめちゃくちゃ連続して、今8連続レギュラーですね。頑張ります。ついに90代に突入しました。やれないのか、俺は連弾できないのか、頼む。すごい、これが懇願恐怖。姉さんのパクってみました。すごい嬉しい、めちゃギリギリ、持ちメダルでなんとか当たりました。ゲーム数は94ゲームいきます。すごい、はい、おーいくぞー、よし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 、もういけてる、よっしゃー、行こう。よかった、ほらほら言ったでしょ、レンチャーするんですよこの子、できる子なんで。よしよーし、次も頑張ろうね。行こう。ついにひとドラのメダルがなくなってしまいました。あとこのクレジットの14枚のみ。やばい、あと5枚、プラ乗らない。またまたのお隣の方の、あー来た、あー来た、お隣の方のとか出たら来ました、探偵、気持ちいい。お隣の方のペカーってびっくりしたんですけど、自分も光りました。これがあのペカびっくり恐怖です。行きます。投資は2本ですね。ゲーム数が263ゲーム、行きます。怪しいぞ、はい、あーバックです、レギュラーでした。とりあえずレギュラー出した分で当てます。100ゲームにまた連チャン当てます。やばい、あーやったー、やばい、来ました、すごい、ラストのラスト、マジでギリギリ、すごい。私は5000円ですね、227ゲームびっくりした、やばい、これがまさに閉店チャンスガールズ、すごい、ありがとうございます。あ、はー、すごい、あれあれ、ミスちゃった、焦りすぎてミスちゃった、あれやばいやばい、あ、ビッグ、やったー、タイムフォーのビッグ、あ
ありがとうございます。ということで、実践終了となります。エンディングでお会いしましょう。実践終了ということで、実践の方終了しましたので結果の方を発表したいと思います。投資が230枚、回収が246枚、収支の方が34枚プラスです。よかったー。ピックが2回、レギュラーも2回で計4桁です。本当ギリギリのもう同時ぐらいですね、閉店ので、ピックを引くことができてなんとか負けずに済みました。ありがとうございます。よかったー。奇跡よ、ウゴ女カミちゃんです。前回の方なんですけど、前回ポプが来た時に来てたと思うんですけど、その時って似たような感じで、今回も結構各機種並んで2台ずつとか、ちょっと挙動のいいような台が見受けられました。で、まあ、SM に関しては2台並びの台が結構多く見られたので、今後も狙い目でないかなと思います。以上で今回の閉店チャンスガールズは終了となります。動画の最後に店内状況をまとめたデータを載せますので、またそちらもご覧ください。それでは本日の実践担当、富野花でした。みんなおやすみなさい。バイバーイ。